前、友達からジョークとして盗聴発見器をもらいました。それを鼻歌を歌いながら作動して部屋中を歩き回ったら寝室から反応が。わ、冗談アイテムだよね。って思って友人を呼びコンセントを外してもらいました。友人は電気工事の資格を持っています。すると中から盗聴器が。ひ、って声を上げてすぐに掴んで壊そうとしたら、夫が背後から私と友人の肩を叩き、シーと静かにも合図。そして別室へ行って筆談とパソコンのメモ帳で、このまま外すのは簡単。だが、一芝居打たないか？と、夫提案のもと、盗聴器の前で一芝居打つことに。まず、我が家は飛行場が近いので、防音がそれなりに整ってるマンション。外に友人に立ってもらって、どのぐらいの大きさで、外に声が漏れるかチェック。結構な大声は大丈夫だったので、ゴーサイン。寝室に、私と夫が二人で入る。昨日、あなたの携帯を見ちゃったの。ユミコって誰？はあ？お前、プライバシーの侵害だぞ。何言ってるんだよ。ごまかさないで。これって浮気よね。浮気だよ。もう我慢できない。ああ、そうかよ。じゃあ離婚だ。望むところだ。弁護士を雇うから覚悟してよ。女のくせに。ここで、夫が両手を打って、頬を打たれた音を演出。ひどい、DV だ。DV 夫。なんだと。こうしてやる、この野郎。しばらく、夫と私のつかみ合い、もみ合い、逃げ回って捕まるとかの音の演出。まあ、二人して、スリッパをパンパン叩いたり、壁をコツコツ叩いたり、盗聴器のそばで、フライパンをガンガン叩いたり、その合間に、キャー、とか、やめてー、とか、待てよ、とか声を入れたり、捕まえたぞ、この野郎。あ、なんだその包丁は。やめろ。もう我慢できない。包丁を思いっきりクッションに突き刺す。ちょっと音が甘かったと思うので、何度か突き刺し直す。ぐわー。ああ、ああ。ひゃあ。死んじゃった。夫くん。やだ、どうしよう。10分ぐらい、部屋の中をうろうろして、どうしようと連呼。夫、声を殺して笑ってましたよ。あんまり音を立てるとバレるのに。そして、それから20分後ぐらいに、我が家のインターホンが鳴らされました。小さい覗き窓から見ると、トメと警察が。夫は、やっぱりな。って小声で言いながら、さっと寝室に逃げ込んでスタンバイ。その後、聞きもしないのに、トメが自供。仕掛けたのは、やっぱりトメ。私たちの私生活を管理するために、以前、家に招き入れた時に仕掛けたと。気がつかなかったなぁ、全然。夫が、やっぱりって思ったのは、トメが、私たちしか知り得ない情報を、たまに言うから。そういえばそうだわ。〇〇に行くんですって？旅行？若いのにお金ばっかり使って。って言われたりしたとき、すごく不思議だなぁって思ったことが。だって、その話、誰にもしてないのに。他にも心当たりはありましたわ。トメ、あえなく御用。盗聴器は、息子の安全を守る親の義務だ。それを利用した嫁が悪い。だそうで。今は、ウトがトメを引き取って、縁は切れています。ちなみに、お芝居の件は、警察に正直に言ったら、少しだけ怒られました。トメの仕掛けた方法？あの当時、ニュースやワイドショーで流行ってたんですよ。盗聴器。で、イメージ映像でモザイク付きだけど、盗聴器を仕掛けてるのを見たら、なぜか、息子を守れるのはこれだ。って思ったらしい。あとは、なんだっけ？小学生のランドセルに盗聴器をつけて、いじめを防止したってニュース。あれも、当時、
なんだか問題になってて、これだ、とも思ったらしい。確かに、コンセントは資格がいります。見つけた時、資格を持ってた友人に教えてもらいました。取り調べの自供だと、秋葉原で砂糖無線の人に習った、とか言ってたらしいですが、そりゃないわ。ってことで再度取り調べ。そうしたら、そういう本があるんですってね。盗聴器マニュアル的とか、そんな感じの、防犯対策で出版されたらしいのですが、仕掛け方も書いてあったそうです。私は見てないけど、夫曰く、あんなん見たら、俺でもできるわ。だそうです。